はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。圭一様、やすし様、リュウト様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。今日からですね、電気代値上げ、東電管内は 16% 程度、あと他の地域はまあ 2,3 割っていうとこで、電気代上がるみたいなんですけど、今日なんかムシムシして冷房つけちゃいました。皆さんも我慢しないでですね、熱中症で具合悪くなんかすると、電気代なんかよりもずっとずっと金かかりますんで、下手すと取り返しのつかないことにもなりかねないので、我慢せずに冷房を使いましょう。NHK ネット聴取反対デモの申請に警視庁に、行ってまいりました。これでやっと正式に告知できます。6月11日日曜日13時30分集合、春の小川公園、東京都渋谷区代々木 5-68-1、前と同じ公園であります。スクランブルデモ、4月にやったスクランブルデモと同じ公園集合場所であります。皆様よろしくご参加ください。スマホ持ってるだけでね、変更報道を垂れ流す NHK にですね、金取られちゃたまんねえわって話で、そういうね、理不尽な社会を小山後に、残さないためにも、おっさんたちが、あとお嬢さんたちが頑張りましょう。よろしくお願いいたします。 NHK 未契約割引金の請求が今日から始まりました。実際に請求された方、取材させてください。拍車いたします。070-2677-8910 事務局まで、ご連絡ください。変な封書が届いたなどのご相談もこちらまでよろしくお願いします。主に都内でですね、コロナで仕事がありません、お菓子買ってください。手作りお菓子を売っている外国人の目撃情報多数であります。5類になったんだから、仕事ないのはコロナのせいじゃなくて本人の資質のせいではって思うんですけれども、無許可の食品路上販売は犯罪です。こちら見ますと、警察にも保健所にも届け出さないといけない。あと調理法もですね、煮る、蒸す、焼くに限られておって、生の刺身とかは出せないっていう、まあ刺身の路上販売はちょっと嫌かなって気がしますけど、買った側も犯罪幇助に取られる恐れがありますんで、絶対に買わないでください。人のいいですね、おじいちゃんおばあちゃんって、ついほろっと買っちゃいそうなんですけど、困ってんのねなんつって買っちゃいそうですけども、知り合いのおじいちゃんおばあちゃんにも教えてあげてください。犯罪幇助になる恐れがありますよと。人らやってるの犯罪ですよ、教えてあげてください。5月31日昨日、共同通信、自民党入管法改正案を6月1日参院法務委員会で採決したい、立憲拒否するということで、一般反応。立憲は何が望みなんだ、反対しかしない、役立たず。立民早く消えないかな、どうせ来週でも来月でも拒否すんだから明日でいいよ。維新国民は賛成に回るし、強行採決ガーはもうできない。立憲なんか放置でいいよ、放置で勝手に欠席でも何でもすれば。もう夏休み突入か、羨ましい。またずる休みかな。維新と民民が賛成なんで、立憲や共産などの特殊野党が欠席してもですね、強行採決にはならないんだから、立憲なんかほっといて、欠席採決しちまえっていう意見多数でありました。立憲もそうなると予想したのか、今後だだこねても、欠席採決。欠席しても、もうほっとかれて採決されてしまう、物事が自分脱ぎでどんどん進んでいってしまうって、恐れたのか、別な手で改正採決を妨害しておりました。6月1日今日ですね、参院法務委員会委員長解任動議を立憲共産が提出、これにより採決は行われず流会に。立憲の石川大我、我々が法務委員長の解任動議を提出しました。これで今日の法務委員会の採決はなくなりました。流会です。なんか誇らしげにドヤ顔で手柄を誇ってるみたいですけれども、共産の井上哲司ってやつもその法務委員会のメンバーらしくて、
委員長が職権で採決の姿勢を見せる中、立憲民主党が法務委員長解任動議を提出、委員会は流会となりました。今日の採決はなくなりました。廃案目指し、さらに声を広げよう。共産も賛成したんだろうな、これな。一般反応です。防衛費増額のための法整備の時もやってたな。ただの民主主義の妨害では、まあ、議論をね、妨害して、採決を妨害して、これ、晩期公論に決すべしの勅命違反なんじゃねえか。つまり、朝敵じゃねえか。と、私は思うんですけれども、こんなのはね。なんでそこまで偽装難民の味方したいの？牛歩と一緒で、理論で戦えないから嫌がらせと。まあ、論により大声嫌がらせ、最後は暴力っていうのが、パヨの特徴であることは皆さんご存知ですけれども、広く世間に知れ渡った事実ですけれども、こんなんだから支持率が下がり続けるんだよ。こういうのうんざり。日本人のためにならないことには一生懸命と。5月10日にもですね、衆院財務委員会で同じことをやってたみたいであります。与党が防衛費増額の財源確保法案を採決する構えだった10日の衆院財務金融委員会に先立ち、立憲民主、共産両党は塚田委員長の解任決議案を衆院に提出した、財金委員会は流会となった。2日後の5月12日、立憲共産が出した解任動議を衆院本会議で反対多数で否決。反対したのは、自公と維新、民民。反対っていうのは解任に反対。委員長解任に反対したのが自公と維新民民。ということは、社民令和は賛成したんだな。まあ、案の定ですけれどもね。このアクロバット委員長解任動議では、その日の採決は阻止できても、数日しか妨害できないんだけどな。5月10日が5月12日に否決っていうことですから、まあ、どうせやると、支持者が喜ぶからやるんでしょうね、これね。まあ、活動家ですからね、こいつら。スパイとも言いますけど。立憲支持者の中でも、賢い方はですね、こういうのに呆れて離れていったんだよね。今の立憲や共産の支持者って、右か左かって、くくりじゃなくて、なんか下って感じ。知能が下って感じするんだよな。右左じゃなくて、下。つまり、左下に位置するですね。どうしようもない 10% 程度の連中が、立憲と共産の支持者なんですけども、令和とかも含めてね、65歳以上でパソコンで動画を見られる 11% のエリートの皆さん、エリート高齢者の皆さんの対極にいるよな。その人たちは右上ってことじゃん。私の動画見てる方なんかは右上。で、立憲とか共産とか支持してんのはテレビしか見ねえ。左下って感じがとってもしますね。高齢左翼、高齢左下は立憲共産社民に、若めの左下は令和に行ってるような気がしますね。民民の支持母体も労働組合で左なんですけど、ちょっと左下じゃないんだろうな。実利のために原発に反対してないしね。まあ民民がどうして分かれたかっていうと、立憲が固くなにね、反原発だったから。で、民民を応援してるっちゅうとこが、自動車労連であるとか、電気労連とか、電気代安い方がいいっていうとこなんですよ。電力労連とかね。そういうとこは実利をとって、まあ、賢いんでしょうね。立憲を応援してんのが、未だに応援してんのが、自治労、日教組、放送労連、郵便労連、通信労連、NTT とか、ドコモと国際で、まあ半官半民みたいな、親方日の丸みたいなとこですね。まあ余ったれてんですけどね。まあ左下、右上。私の動画見てる方は右上。で、立憲共産が左下の支持者。支持率低下が止まらない。次の選挙で、野党第一党からその他に転落が確実な立憲さん、考えに考えた挙句、6月はプライド月間と言われるプライドマンス、
立憲は差別解消を目的とした LGBT 法案の実現を目指していきます。6月はその思いを込めて、思いか、インスタグラムのロゴをレインボーにします。へえー、こうするとなんか思いが叶って LGBT 法が思い通りになるみたいですけど、思いね、一般反応です。リプランが地獄で草こういうのじゃないんだよ。余計支持率下がるわ。どこ見てんだこいつら。 LGBT 当事者からしたらもはや有害。冷静に考えて少数派のために働いても支持率上がるわけないんだよな。その少数派の当事者も嫌がってるっていう。時代を先取りしてるつもりだろうが滑ってるぞなんでわざわざ票減らすようなことすんの。これやると中国共産党や北朝鮮が喜ぶんだろう。支持率よりも太客を優先するスタイルと、ああよかった立憲がバカで、さすがね左下に支持されてるだけあって、議員は支持者の鏡って言いますからね、まあ、支持者の質が議員の質に反映されてんですよ。まあねあんまりバカな議員を賢い人は支持できないもんね。あいつダメだバカでってあげれちゃってね、この支持者にしてこの議員っても言いますね。立憲と同様にですね、左下もしくは左下の支持で存命している共産党、わずかな左なだけに、その差が許せないみたいで、マイナカード改正案の採決日程に立憲が賛成しただけで C 数を激おこ。立憲国対が現場理事が反対しているのに採決日程に賛成したことも許せない。最後まで戦い抜く。実施を許さない。よくわかんないんですけど、まあ、とにかく許せないみたいですね。世の中や立憲がね、いつも通り何でも許さない、何でも反対。バカパヨ名物内毛バカ、反対していれば仕事してる気分になれる。自分の思い通りにならないと、音的って読むんですか、これ音的だよね、音楽性の違いでは立憲を完全に古文と思ってて草。最後まで戦い抜くって具体的には何すんの。話し合いで解決するんじゃなかったのか。怒っても立憲は除名できないもんね。左下か左下、そのわずかな違いが許せないんでしょうね。まあ、立憲は除名できないからね、許さない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 って、呪い続けるしかないっすね、C 数はね。ノートとか壁とかに、真っ黒になる勢いでね、びっしりと、許さない、許さない、呪う、呪う、呪うって書くと気が紛れるらしいっすよ、C さん。やってみたら。ああ、ということで。というわけで、6月11日、NHK ネット聴取反対デモ、あと割増金請求された方、ご連絡ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。